ビーチャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は今回はですね、別にパーティーをするところを撮ってるわけじゃなくてですね、登山中の行動食、スタッフのね、それぞれお気に入りをちょっとね、持ってきてもらったんで、それをご紹介したいと思います。一般的に登山の、まあ、行動食っていうと、大体高カロリーなものとかね、まあ、ポカリセットとか、まあ、いろいろ水ももちろんありますけれど、そういったものは、まあ、それももちろん当然、いいと思うんですけれど、やっぱり歩いてると自分の好きなものがね、どうしてもやっぱり食べたくなってくるし、そっちの方が元気が出るっていうこともよくあるので、今回はまあそういう原則はとりあえず置いといてですね、スタッフの好きなものを持ってきてもらったのでご紹介したいと思います。まず飲み物とね、食べ物と両方あるんですけれど、じゃあそちら側のね、宮本さんのおすすめとか、はいはい、自分が気に入ってる自分のお気に入りですね。まあ日帰りだったらね、本当に渡辺さんお話した通り、何でも自分の好きなものを持ってってくださいっていう感じなんですが、やっぱりね、1泊2泊疲れが出てくると、うん、だんだん甘いものが辛くなってきたりするので、私はだいたい2泊とか3泊だと菓子パンと、ポテチを砕いたものを持っていきます。塩辛いものもね、持っていきたいなというところで、パッケージから外してジップロックでバリバリやって、コンパクトにして持ち歩いてます。はい、まあ、塩分ね、結構やっぱり ね汗かくんでね、必要なので、塩っぽいものがね、はい、ちょっと食べたくなるんですよね。はい、飲み物も飲むのもいいですか。まあ、飲むの前にね、非常食で私必ずザックに忍ばしてるのは、これエナジージェルですね。1個だけでもいいんで突っ込んどきます。まさかのために、まさかのために、万が一まさか動けないかもって思った時に、粉飴ですね、要するに糖の塊です。だから即効性があるので、もう一踏ん張りっていう時に舐めたりします。で、飲むのは好きなのは、これ完全に好みなんですけど、塩も入ってるしいいだろう適当に思ってるんですけど、ソルティーライトですね。ソルティーライト、はい。で、これ現役がスーパー、大きなスーパーとか行くと、希釈する必要のあるやつが売ってるんで、長期参考だとそれ持ってったりします。あ、そんなのあるんだ。はい、これは薄めた普通に飲めるやつですね。はい、おすすめです。はい、以上です。はい、じゃあ西山さん、はい、どんなものを、私はブラターですけれども、今日持ってきたのはチョコレートです。チョコレート、はい、まあチョコレートもね、いろいろあるからね、まあ、歩きながらでもこのサイズだったらもうチョコチョコ食べて、チョコチョコ食べて補給するチョコ食べて、まあちょっと宮本さんの借りるとこれも結構好きです。私ケースも結構好きで持ってくんですけどね。今日はちょっとそれは本当にそうなの。このシリーズだから、これチョコだ、これはチョコだけど、クリームもあるし、あんもあるし、いろんな味がね、はい、楽しめるんで、まあ、そんな感じ。飲み物はお水が多いですね。お水が多い、うん、なんか味がついてるとちょっと飽きちゃう。あ、そう、うん、よくコーヒー見るけど、左の時はコーヒーを入れて持ってきます。2泊3泊の時はちょっと持てないので、見る。まあそんな感じですね。コーヒーはね、まあ、エネルギーになるというか、まあ、完全に嗜好品ですよね。はい、小林のお気に入りのこの、はい、柿の種ですね。新潟出身だからっていうことは、ね、っていうのも、まあ、染み付いてるからもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、これもちろん塩分も入ってるので、はいはい、まあ、一度に、まあ、ナッツも入ってるのでカロリーと塩分一度に取れるのと、まあ、やっぱり下界で食べてるのを、まあ、山でも食べるとちょっとなんだろう、こうリフレッシュじゃないですけど、ちょっとこう個人的にはなんかこうより美味しく感じる、そう感じるっていうのと、そう、ただじゃあ次も食べるとね、はい、何でも美味しくね、そう、美味しいよね。まあ、ナッツ持ってる人も多いですよね。そうですね、うん、ここにはなんかあんまりなさそうなんですけど。ナッツ多いですよね。ナッツ多いですね。ただナッツばかりだと飽きるから、まあ、ちょっとこう辛いものも柿の種だと入っているので、やっぱ個人的にはこれがお気に入りです。最近柿の種もいろんな種類が、そうですね、わさび味とか、そうそう、チョコのかかったのもあったね。そう、ありますね。はい。あとは食べ物は、あと食べ物はそうですね、まあこういうのも持ってくことはあるんですけれども、まあ、うん、チョコバーみたいな、チョコバーみたいなのとか、はい、あとはまあここにはちょっとないんですけれども、ウィダーのまあちょっとしたゼリー系、あー、うん、まあ
ちょっとだけエネルギー入れたいなっていう時なんかよくゼリー入れて飲み物飲んで、動詞がいいんで、ね、そうですね、はい、気持ちはわかります、はい、ちょっと重いけど、ちょっと重いけど、はい、飲み物の方は、飲み物の方は特にこだわりはそんなにないんですけど、基本的に飲んでるのはスポーツドリンク、ね、お茶よりもやっぱりスポーツドリンク飲んで、まあ、塩分ともちろん塩分、まあ、取りすぎかなと思うんですけど、まあ、スポーツドリンクの方が体に、まあ、汗かいた分必要なもの結構揃ってるので、まあ、スポーツドリンクなるべく持ってくるようには、まあ、入ってるね、そうですね、はい、塩分糖分とね、はい、アクエリアスとかね、ポカリスエットとかね、メジャーなところがありますけどね、はい、そんなのは持ってきます、はい、はい、ありがとうございます。では豊岡さんのお気に入りの食べ物は食べ物はもうこの細長い入れ物、これは何ですか、カラムーチョ、カラムーチョ大好き、余裕じゃない、余裕じゃない、基本行動食でもカラムーチョ、そう、もう辛いのが大好きなんだけ ど、 なるほど、あの山に入るときはどうしてもセーブするんですね、だけどちょっと辛い食べ物があると私にはすごく元気で、元気で、でしかもこれでね、こうやって片手でカッて、確かにね、ちょっとこのまま袋持ってきてるよりちょっとね、うん、こういう風にした方がなんか、そうなんです、おしゃれですよ、おしゃれですこれよりおしゃれですそれもいい、それもいいの、だけどあのこのカラムーチョの細長いのをパキパキ食べるのが好きで、壊れないしね、壊れないから、こっちは壊して持ってくるわざと壊してます、うん、でこの細さがザックの中に結構入りやすいんですよね、確かにね、スルンって隙間にすごく入りやすい、うそう、ね、こういうお菓子と、あと最近ハマってるのがこのポンと出てくる飴、うん、飴ですかこれ、これね、あのザックのほら小さいポケットとか、あと自分のポッケに入れて、で片手でこれでねやってみると、これ片手で食べれるので、あ、そういうポンなんで、そういう、そう、あ、確かにこういう開け方しないんだ、そう、両手を使わなくていいの、片手で簡単開封って書いてあります、そう、これはなかなか、これ歩いてる時に、ね、そのね、ほらガイド中とかでも先生歩いてる時でもこう、うん、ちょっと取り出してパッて食べて、うん、片手ストック持ってても片手どっか掴んでても気軽に食べれる、どっか掴んでる時はやめてそんな時に掴んでる、それはちゃんと安全重視にした方がいい、そうですね、はい、それはやめてください、ね、でもちょっとね、あの待ち時間の時とか、うん、ね、あの気軽に食べれる、歩きながらでも片手で操作できるってすごい便利だなと思って、 なのでこの飴よく見つけましたね、うん、あのどこにでも売ってる、そう、あとほら片手で食べれる羊羹とかも最近あるから、そうだから片手でできるっていうのはすごいね、いいなと思って便利かなと思うので、あ、これはね、水と、うんうん、あと塩とお砂糖ちょっと入れて、まあ、要は自分用の経口補水液というか、あの、うん、ハイポトニック飲料というか体に浸透しやすいね、そうで、お気に入りの果物が大好きなので、あと柑橘系も好きなのでレモン、うん、でオリジナルドリンク、オリジナルドリンクです、ね、そうだね、ほらインターネットとかで検索するとね、いろんな作り方があるからね、ちょっと自分に合った濃度でいろいろ試していただいたらいいかなって思うし、あとは麦茶も大好き、麦茶、うん、はい、あのなんかミネラルかなそうで、カフェインが入ってないから、そうそう、カフェインがやっぱり入ってるのはちょっとあの山の中ではなるべく、私も大好きなんだけどなるべく控えるようにしてて、うん、で、あとはもう必ず1本真水、これはもう汎用性、ね、うん、に優れていますよね、うん、飲んでもいいし、怪我した時に洗ってもいいし、もう水、麦茶、お好みドリンク、なるほど、まあ、ね、お好みドリンクまで作れるっていうのはなかなかやっぱ通ですよね安いか、安上がりだから、で自分の好きな砂糖や塩で作れるってね、私も20年以上やってますけど、一度もそんなオリジナルドリンクを思ったこともないんでね、ないですね、ないですね、まあまあそういうのもね、気がつかない方もいらっしゃる、うん、いると思うんで、ね、そういうのも自分でオリジナルのものを見つけるっていうのも面白いし、うんうん、ね、楽しめるようなね、うん、まあ、元気が出るよね、自分の好きなものですよね、そうそう、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ次は佐田さん、あ、はい、はい、私なんか、はい、いろいろできちゃった、これも見て、これも見て、これも見て、
ご紹介というので、はいはい、探していたら、うん、これも美味しそう、あれもこれも美味しそう、あれよあれよという間に増えちゃったんですけど、お腹すいてる。一番最近ね、こういうなんかの、うん、あるあるあ多いね、コーナーに多いね、コンビニとかによく多い。これ結構ちょ量的にも結構、うん、便利 で、うん、で最後食べ終わったらゴミ袋にもできるし、あね、こういうなんか、うん、これ欲しいものなんですけど、これついてないものとかは一緒に行きちゃったりとかっていうので、結構ね、そう、うん、好きなんですよ。で最近ね、結構美味しいのがいっぱい出ていて、うん、もう私はもう沼が鉄板なんですよ、ね、これは美味しい昔からあるもんね、ブルボンさんの、うん、これはいつも愛用させていただいてブルボン、ブルボン、ブルボン、ブルボン食べやすいサイズだね。そうだ、食べやすいサイズで量もね、ちょうどいいんですよ。毎回長い、長そうそうそう、あれはね、結構壊れやすいので、ね、はいはい、これは結構壊れない。ただ、ね、その暑い時はね、溶けちゃうので、まあ、チョコばっかりなんですけど、チョコはね、うん、溶けない時に、うん、もうこの持って、ブラックサンダーとかも最近出てすごい、なんか、これもね、なんか食べちゃって美味しいよね。ブラックサンダーもね、人気ありますよね。そうなんですよ、こういうのとか。でこういう甘いものばっかり食べてると、まあ、しょっぱいものがあればいいんですけど、うんうん、こうちょっとすっきりしたいときは、うん、こう酸っぱい系のグミをね、これなんかちょっと、うん、仕事中に先輩にもらったときに美味しくて、うん、私も愛用する、いろんな、ね、味がある、うん、ね、わかります、ね、フレッシュな感じだね、フレッシュな感じだね、うん、なんです。普段はそう感じないんだけどね、そう、山、うん、の中で食べるとすごい甘いものばっかりね、取ってるとこういうの、そう、こういうの食べたくなったり、うん、はい、あとは、まあ、うん、おまんじゅう。これは私が好きな、うん、これがあるといいよ、ね、元気が出る、うん、いいもの、うん、これはでも、おやつ定番というかね、定番です、まあ、多いですよ ね、 多いですよね、ちょっと水分入ってるだけでね、摂取しやすいですよね、うん、うん、あると思う、うん、干し梅とかも、干し芋とかもなんかこう、ちょっと力になりそうなもので甘くて、うん、まあ、これ食べやすいなと思って、なんかちょっとちっちゃくなってるから食べやすいなと思って、うん、あ、いいの見つけたと思って持ってきちゃったんです、うん、確かにね、うん、はい、なんかパッキングの小分けもうまいですけど、食べ物の小分けもそうですね、細かい性格でいろんなところに収納されてるわけ、ね、収納上手です、ね、上手に収納されてるとやっぱり惹かれるっていう感じなんですね、はい、なるほど、はい、飲み物の方は、飲み物は基本、うん、ちょっとないですかね、そう、基本的にはお水と、あと薄めたスポーツドリンク、薄、うんうん、めた、市販のものだと濃い、濃い、濃いね、濃い、うん、でちょっと薄めてます、なるほど、はい、あ、オカリセットとかアクエリア、そう、アクエリアとかを薄めて持ってったりして、うん、粉で持ってったりして、うん、自分の好きな薄さにして、うん、はい、たくさんなんか並んでる、私はですね足元にもあって美味しそう、ね、私はですね、まあチョコはね、まあやっぱり持ってきます、ね、持ってきますね、やっぱり持ってきます、でも僕は ねロッテのガーナなんです違う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 、美味しいよね、好きな大きさにね、安いんですけど、うん、結構やっぱりこう、まあ、今生チョコとかね、高級なチョコっていっぱいあると思うんですけれど、うん、結構美味しいと思うんですよ、それ以外のチョコに見えるけど、チョコマラがこれまた食感が違うんだ食感、うん、なるほど、これそれからまあこれまた食感が違う、チョコ多いな、うん、食感重視、食感重視そう、同じチョコでもね、ちょっと違う、うん、だからしょっぱいものはみんなと同じで、うん、これね、東ハト、うん、これね、ロングセラーだね、癖になっちゃう、うん、ロングセラー美味しいよね、指入れちゃうもんね、そうなんです、本当にね、こんなに癖になるものを作らないでほしいっていうぐらい癖になっちゃう指は入れないですけど入れるじゃん、こればっかりこうやって1個ずつ食べるガーッとガーッとあとはね、ベビースター、うん、これ他にいるかなと思ったんですけど、うん、僕ベビースター、うん、これも昔からね、美味しい、あ、味なので、これも大好きですね、うん、まあ、食べやすいというかね、うん、
最近大きいのもありますけど、うん、昔ながらの小さいやつですね、うん、飲み物、うん、水は僕はあんまり持ってきません、うん、お茶です。これはもうね、山と限山に限らず毎日毎日朝から晩まで行こうです。これね、やっぱりね、この濃いお茶になってから濃い方がいいわけですか。カフェイン感じるような、そう、これはもうね、もう半分中毒だと思います。東野さん、ありがとうございます感じぐらいね、僕は大好きです。一日、もう夏はもう多分 2,3 本飲んじゃってる。それと、ちょっとやっぱりね、この柑橘系、ポンジュース、これはね、重たいんですけれど、飲んだ時にやっぱり山で、ありがとうありがとうありがとう、ポンジュースこれやっぱり美味しい。割らないでそのまま。作ってくれてありがとう。割らないでこのまま。そのまま、うん、じゃあ私あんまり街中でポンジュース見つけようとしたことがないんですけど、うん、コンビニかなんかに売ってるんですか、そのサイズ。いや、これスーパー。あんまり見ます。スーパー。あ、スーパー。その辺は後でまた。ああ、そうです、ね。まあ、あの自販機でもちっちゃいので、ね、基本スーパーでね。これも、もう昔からある。渡辺さんのリュックからはよく出てくる。よく一緒に行くけど、よく出てくる。あとね、多いお茶も山ではね、大体2リットルですからね、私。大きいのだもんね。サイズがね、そう。2本ぐらい入ってる時に。まあ、こういう感じで、まあね、まあ、高カロリーっていう、まあ、チョコレートとか、まあ、その大福とかね、そういったのももちろんよく言われることなんですけど、みんなそれぞれスタッフね、こういった。お気に入りのものを持ってね、山に行ってます、ね、ちょっと疲れてね、食欲がない時でもこういうものを食べるとですね、うん、ちょっとね、ホッとするというか、うん、まあ、山ではさらに美味しく感じますんでね、うん、ぜひ皆さんも普通に食べるより絶対山で食べると美味しいと思いますので、うん、まあ、いろいろ工夫して、うん、参考にしていただければなと思います、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。